今日は三菱商事を10株だけ買いました。今日の売買はこんな感じ。明日 NTT 100株買おう。三菱商事サガラスで買い、マジでヘタわらめちゃくちゃ買えてていない。どうせなら金曜日にこの踏ん張りを見せてほしかった。あの株でもゴールドしても皆さん尊敬します。週足で見ると発芽せずに反応して上げてる感じかな。さすがにこれ以上下げると年内4000円突破がきつくなる。本当は3100円から3200円でサインする予定だったけど、もう買い戻した。迷うに引き足はこんな感じ。相変わらず突然買いが入るやら。10株出したので300株になりんした。利益を伸ばすのって本当に難しい。やっと下げ止まりかと思ったら強めの売り発生。絶対上げたくない段階に WW 週足では落ち着いてきたように見える。買い増しチャンス。